こんにちは。はい、はい、こんにちは。リストビアンカの、うん、にある、うん、日本人墓地があるということで、はい、来てみました。うん、まあ、ちょっとね、急勾配登って来たんですけど、うん、山の中にあるね。そう、もうほんまに山の中に。うん、まあ、ちょっと動画撮るかもどうしようかなと思ったんやけど、うん、まあ、一応撮って、まあ、真面目にやって今回、はい、真面目に撮って、はい、まあ。シベリア緑流で亡くなっちゃった日本人の人たちが埋葬されているお墓で、うん、まあ、その一部、全員じゃないです、本当に多分めっちゃすごい一部の一部の、もうごくわずかの人たちだけど、うん、亡くなった人の中の、うん、まあ、とってこういうところもあるんだよっていうのとか、うん、まあ、その亡くなった人 の, 子孫の人でわざわざこんな遠いところまで来れない人が、うん、まあ、見てくれたら嬉しいなっていう、うん、ような思いで撮らせていただこうかなと思います。はい、はい、でちょっと中、はい、行ってみて、はい、はい、まあ、特にお墓ですけどね。うん、はい、まあ、ロシア人の人のお墓の墓地の一角にその日本人墓地があるみたいです。あるみたいなのがあります、うん、でロシアの人のお墓が、まあ、映せないかもしれないですけど、これちょっと初めて見るお墓ですね。ロシアの人のお墓ってお墓にその亡くなった人の写真が貼ってあります。あるね。とか墓石にその人の写真が彫られてる、うん、顔写真がプリントというか、ね、彫られてます、うん、すごい初めて世界の、ね、墓地もまあ、ぼちぼち見てきたけど、ギャグじゃないですよ、うんうんうん、はい、はい、見てきたけど、うん、なんかこれは初めてこの顔写真があるのは。そうやね、うんうん、でもまあ分かりやすくて僕は結構いいですね。なんか会いに来た感じみたいな、うん、お墓でちょっと会いに来た感じがちょっと薄いけど、うん、写真あったらね、写真あると会いに来た感じするね、うん、めちゃくちゃあるね、うんうん、ということで日本人のこのシベリア緑流で亡くなった人、はい、こっちです。カタカナで名前が書いてるね。永遠の平和書いてます。まあカタカナでね、たくさんの人のお名前があります。でもお花が、菊の花が手に入るんだね。ほんまやね。わざわざ多分誰かが持ってきたのかな。結構綺麗だから、うん、たまに誰か来てるんちゃうかな。お前来てはるね、うんうん、まあちょっとね、ほんまにその人たちが、うん、まあ、その苦しい思いというかいろいろあって、うん、まあ、戦争行ったりとか家族亡くなったり、うん、そういうのがあって今の平和があるから、ね、はい、実際やっぱそれをたまにでもいいから思い出してね、うん、生きていければいいなと思います、うん、はい、まあ、こういうとこに来るとやっぱりね日々の、うんうん、まあ、蛇口になったら水が出るとか、そうやね、まあ、コンビニでご飯あるとか、そういう些細な当たり前のことでも感謝できるように、うん、気持ちを取り戻せるんで。そうやね、はい、たまに来るのはすごいいいと、うん、たまにというかまあ、うん、何やろ、来れる時にはそうやね、うん、来るのはいいと思います。ほんまにね、うん、まあ、もう平和に生きてるだけですごい価値があるからね、うん、ありがとうございました。はい。